昨日、新しい麻生内閣ができて、私にも、ぶら下がりでいろいろ取材がありましたので、感想はその時に述べておきましたけれども、改めてですね、顔ぶれを拝見しますと、本当に総理の子供とか、お孫さんとかという人がずらっと並んだ、今的に言えば、セレブとでも言えるような人たちが並んだ内閣だなと、そんな感じがいたしております。いずれにしても仮面ですので、次の総選挙で、こうした人たちも含めてですね、内閣として、さらには党としてですね、どちらが国民の気持ちをしっかり受け止めて、政権を担うことができるか、それを国民に決めていただきたいと、このように考えております。また閣僚の中に、すでにいろいろと指摘を受けている人もおります。特に国家公安委員長という職責は、ある意味では、治安といいましょうか、法秩序といいますか、そういうものを最も直接的に担う役職でありますが、今回、佐藤勉氏が国家公安委員長に就任されたんですが、そう遠くない、そう昔でない時期にですね、いろいろに試練の研究をめぐって、疑惑といいますか、捜査を受けて、不起訴になったけれども、不起訴処分そのものがおかしいんではないかということも、当時の段階で言われてきた人物でありまして、こういった点についてもですね、国会が開かれましたので、しっかり取り組んでいきたい。河村官房長官についても、談合企業からの献金といったことも指摘をされております。これらを含めてですね、しっかりと国民の前に、きちんとした説明を求めていきたい。このように考えております。